クイズ俺どうもリフテンです。回答者のホコさんです。回答者のイツキです。現在お二人とも3問ずつ正解しております。先週、クイズ俺1問から5問まで回答が問題を出しましたので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。ということで、これは、人生の中でリプテンが丸々思ったことを問題にしております。これは確実に2人とも聞いたこともあれば、感じたこともあるようなことでございますので、必ず答えを踏み出すことができる、しかもヒント満載ヒント満載なので、答えられて当然っていう形でございますので、さあ行きましょう。クイズ俺第6問、じゃじゃん。ハコさんが作るご飯で一番好きなのは何なんだ。これはね、何度も言ってる、だからお母さんは当てられる。隠しときなさい、一応ね。なんだ。でも言ってるよ結構。いや、張本人はすごい分かるな。そうなんだよね。なんでしょう、あのね、実は一番好きなのこれ。分かる分かる。これかね、食った時うわうまーってずっと言ってたよね。これで違ったらどうしようビンタねさあ、ということで隠してね、ちゃんとね、横に見えないように。さあ、ハコさんはね、ほんとね、もうまあハコさんというか、もう大前提うちの家族、おばあちゃんの時からだけど、料理がまあうまいよね。うち料理で失敗したことってほぼほぼないじゃない。とりあえずまずい飯を食った試しがそんなにない。一番まずいと思った瞬間は、あ、これ問題にしよう今度問題に手術するわ。俺何度も言ってるやつだわそれ。わかんない、これにします。はい、はい、はい、10問目答えた後のスペシャル問題でもするべき。お、スペシャル問題。そうだね。じゃあ行きましょう。はい、お二人とも OK だね。はい、ハオさんが作るご飯で好きなのは何でしょう。せーの、麻婆豆腐。正解。で、麻婆豆腐。麻婆。麻婆豆腐。豆腐。そうということでございまして、結構何度も言ってるんだけど、ハーフソンの料理で一番好きな麻婆豆腐。しかもそれを丼にするとえげつなくうまい。麻婆豆腐がいい。って言って。なんか麻婆豆腐か。そうということでございまして、6問目。正解、もうね、ぜひね、皆さんも食べてもらいたいね。さあということで次行きましょう。ここで聞かないな怖いね次はお母さんが作る料理で一番好きなのは何。いや難しい。俺ね、いっぱいある。一般じゃん、いっぱいあるじゃん。でもこれだなと思って。多分ね、おどれなんでしょうね。どれこれはヒント出していいかな。どれだ、どっちだ。いっぱいあるもん。どっちだろう。いっぱいあるもの。実はね、これ毎回結構好きなんだよね。でもね、ごめん先に言うね、餃子は絶対ないからね。あ、ないね。なんだ、お母さんの料理は食べ過ぎてるから逆にわかんない。いや、俺が好きなやつもあるんだけど。ヒントは夕飯ね。夕飯時にしか食べないね。夕飯時にしか食べない。これも違うじゃん。なんでこうやったの。焼きうどん。焼きうどんいいよね。俺チャーハンって書いたんだよ。いや、チャーハンもいいよね。だけど違う、それじゃない。夕飯の時にってことで。なんだろう、結構好きよ。バクバク食うよね。まあそれもさ、なんかさ、それもそのそれ一品じゃなくて、そのジャンルがなんかちょっと地味にあったりする時があるんだよね。あ、分かった。でもね、その一個のジャンルは俺は食わないけど。分かった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 。ヒント満載。今ね、それ書こうとしてた、うん、答えさせる気満々の問題だからこれ。今ね、もうね、聞いてる人は勘違いしてないよ。携帯にね、メモしてね、こう漢字で書いてるからね。もう答えさせる気しかないからね。はい、OK、はい、ということでいきましょう、せーの、肉詰め稲荷。大正解。そう、肉詰め稲荷が大好き。これはね、俺も好きなやつ。ほら見て、漢字ちゃんと書いてそう、ジャンルで言えば稲荷もジャンルで言えば肉と卵と餅じゃん、うん、で、餅食わないじゃん俺。そう、この2つ、肉と卵、これが実は餃子並みに好き。わかる、うまいよね。うまいんだ。とりあえずね、お母さんが作る、あの、稲荷を使うとえげつなくうまいね、いつも。稲荷寿司もめちゃめちゃ好きだし、それを肉詰めにしたら、うん、あ、うまいしで、これがね、俺がその
母さんが作る料理は好き、ね、あれだよ、聞いてる人はさ、その肉詰めいなりに米が入ってると思うかもね。米なんて入ってないから入ってないよ。白菜とひき肉と白滝で卵だけなんだよね、あれって。卵だけ、だけお餅だけってなんで3種類ね。これちょっともう本当美味しいからね、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ということで、やだ、さあ次は答えられるかな、ちょっと難しい問題一つ。水曜どうでしょうで一番好きな名言は何でしょう。これ何か好きかなと思って一発でバンって出てきた。これ絶対答えらんねえだろうな見たな、いや見てない、全然見えなかった。なんだろうな、とりあえずね、実は多分ね一番好きかもしれない、どうでしょうの輪の中でも。あれ毎回聞くたびに、なんか大泉さんね、一応ね、大泉さんが言った言葉、大泉さんのあの言葉いいね。あの時の時代の大泉さんの口調、どの時代だよ、俺が今言ってる時代だよ、どの時代だよ。まあもう絶賛アフロ中の、ボワボワしてる時のね、あと顔が重ながらの時だいぶ長い時の時代だよ。でしょ、これは答えられるかな。カントリーサインあたりの時のあたりじゃないかな多分。よいしょ、さあ行きますか。これせーのじゃなくて一人ずつ行こうか。これは大泉さんが言ったのか。これ何本も答えるようにしましょうか。じゃあいっそなら、うんうん、じゃあじゃんけんして、じゃあ勝った方から、勝った方から、じゃあお母さんから、はいどうぞ。太って帰る、違う、それね、あの藤村さん、藤村さんだよね。おい、パイクはねえか。あ、違う。違うか。パイクはねえかよりも前じゃないかな。取って帰るより前だったような気がするんだよな。多分。かなり前だ。これは早押しにします、ね、それとも。日本。日本。あ、じゃあ鹿は違えわ。鹿でしたわ、だって。鹿でした。うん。名店調べて。おい。名言が思い出せない。ダメだよ、俺だって、ね、俺だって今思い出せなくて頑張って思い出すんだから。取って帰るってあれ大泉さんが言ったのかな、藤村さんに対して。取って帰る、取って帰ってるだけなんだ。文久3年の取って帰ってるだけなんだ。文久3年のは全然新しい。ね、文久3年はあれ甘いもん。じゃあ縮める、違う、サイコロシリーズ1から6のどれか、とりあえずピッと縮めさせたけど、俺も靴下なんだ。はい、はい、ダメ人間、違う違う、ダメ人間はあれカントリーサインだよ実は。あ、一番最初カントリーサインか。あ、カントリーサインの時に大泉さんがダメ人間っつって外向いてる。うーん、どれも思い出さないな。これでも俺毎回好きなんだよって言ってるんだよね。これはパスしときますかね。ちょっとね、激ムズ問題だよね。どうでしょう、好きじゃないとっていうのもあるし。カントリーサインの5、カントリーサインの5、ごめん間違えた。サイコロの5番目、博多にめちゃめちゃ行くとき、一番最初のサイコロから、そう、最初から博多に飛んでなんとか東京まで行ったのに博多にまた戻されるっていうのがあったじゃない、うん、あの時。これは大泉さんのお父さんのことか。それはしかもカントリーサインだね。またカントリーサインじゃない、あれはがきだ、絵はがきのやつ。なんとかインチキにできるのか全員思ったわ。これはね本当に答えさせる気のないやつ。この前見たやつだな。この前見たね、それがね。どこら辺だろうな、この5のこの、いやこのこの始め始めこの始めあたりで小泉さんが言ってる名言、これは俺が毎回見るたびに爆笑したやつ。書いて、はいって言ったらその人かってことですよね。はじめということはサイコロの始めも博多だったよね。博多だね。博多だよね。東京から博多って何時間かかったっけ。12時間、14時間、14時間だった。思いかかったね、あれね。せーのにする。同時に書き終わりそうだしな。違う、ちょっと待って、なんて言ったかな。ちゃんと言葉合ってたんでしょうかね。
えてるんだから。なんでしょうね。これは皆さんもちょっとね、水曜どうでしょう知ってる方がいたら思い出してみてください。あれは本当、あの一言で爆笑をかっさらうレベルの面白さだった。わかんないけど、どっちの方がいい？なんか今ね、お母さんもね、今書き始めてる。なんて言ったかな、ニュアンスわかんだけど、なんて言ったかな。なんでしょう。これはもう、もしあれだったらチラッと見せてくれれば、世界なら世界っていうよ。あー、違う違う、11時半だもん。それ24時間と12時間になってるよ。そうだね。あれ？なんだっけ？14時間だよ、14時間。1日半は24時間と12時間で38時間になっちゃってるから、14時間じゃない、14時間ものことになるってことに対して、大泉さんが一言バッて言った時のあの名言が好き。やべ、答えさせる気ないって嘘じゃん、めっちゃ答えさせる気じゃん。え、はいはいはい、あー、なんか間に入れてほしいな。ねえ、14時間だよ、半日じゃないんだよ。半日以上だもん。半日と2時間だもん。ああ、正解。半日以上なんだもん。半日以上なんだもん。半日だもん。楽しいな。半日以上なんだもん。これがね、毎回見るたびに笑っちゃう。これ半日以上なんだもん。一日が決まっちゃってるみたいな。あったね、そんなバッチね。あ、あったはず。確かに。ということでございまして。二人とも正解だな。どうでしょう、見すぎてわからん、どれがどれの名言かわからん、ね、いいよ、 OK で、やった、もう6問正解してますよ。あら、私も6問。じゃあ次からヒントなしね。よし、いいよ。あと2問、2問1本増えたということで残り2問でございます。次は沖縄。沖縄、我々沖縄に行きましたね。来ましたね。私の歯を思い出、歯を思い出、そうだね、リプの歯を思い出、沖縄行ったね。実は歯を折りました。あの1本6万、1本6万もした歯をね、ブチンブチンって抜いて12万にして沖縄行ってしまいましたから、うん、そんな沖縄でできた身を削って、2問とも沖縄、2問、今日9問目、沖縄でびっくりした瞬間はさて何でしょう。シンキングタイム。カス。確か、カス。なんだ。お、びっくりした。すごいね、これ。っていう。っていうやつ。なんでしょう。なんでしょう。一体なんでしょう。アルバルイ。なんでしょう。これはあれね、一回答えたらおしまいね。7問正解したらあれっつったからね。おお、びっくりした。おお、びっくりしたって感じ。おお。おお、みたいな。おお、びっくりした。びっくりしたの？うん、びっくりした。北海道じゃない、沖縄か。沖縄でしかないんじゃないのこれって。だ、本当にそうだった。他で見たことなかったし。もう沖縄の記憶とかないよね。でもね、まあ、またヒント言っちゃうけど、このままこの情報を家に持ち帰って家でもやった。じゃあお待ちなさい、せーのだから。これは家でもやりましたね、うん、ちらっと見たけど、いやびっくりしたよね、うん、でも他の場所で見たことないじゃん、あんなの、うん、で、あ、もうヒント出したくなっちゃう癖が、ね、ダメだな、うん、いか、多分それうんって言ってるけど合ってると思う。うん、うん言ってるけど、何にびっくりした。もう一つ思ったこともあるから、それも言っちゃおうかな、ヒントになっちゃうかもしれない。
遅いね、来るの。やっぱそれだ。天才的。すいません。あれ頼んだんですけど。まだですか。もう少しだけ。あ、じゃあ分かりました。忘れてんの？お、びっくりした。何これ。忘れてんのかって思ったよね。あ、だからこんなにかかったのねっていうのがそれだった。お母さん、正解。当たった当たった。だってなんだ。まあ、思ったよりでかかったんだろうなっていうのは分かるんだけど、思ったよりでかかったのかなってのは思うんだけど、何をだろうって。何の料理でしょう。ザンギ違うな。合ってるよ。ザンギだよ。あれってザンギなの。でもザンギとは北海道弁っていうか、う北海道のなのね。唐揚げ、うんうんうん、正解正解。そう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 。あれいつになったら唐揚げ来るんだろう。ちょっと店員さんに聞いてみようか。すいません、唐揚げ頼んだんですけどいつぐらいに来ますかつって。すいません、もう少しかかるんで。もう少し。わかりました。どんだけかかるんだよ。すいません、お待たせしました、唐揚げです。はーい。おえ、でかっ。そうそうそう、あの拳ぐらい。そう、拳ぐらいで。え、でかっ。しかも結構量あるじゃんって。ああ、これは時間かかるわ。バーッと食った、うーまーっ。で帰ってこの大きさのやつをお母さんが作ったってことがありました。北海道と沖縄が混ざってる、ね、だからザンギって言っちゃった。ということでございまして、答えは唐揚げの大きさにびっくりしました。でも言っちゃったんだけど、沖縄の料理で美味しかったの唐揚げ。唐揚げぐらいだったよ。海ぶどう美味しかった。海ぶどう美味しかった、うん、俺は。俺もうダメだった。もずくすの唐揚げ、あ、天ぷらだっけ。もずくすの天ぷら。天ぷら美味しいよって言われて食べたけど、ムカムカした。今度もし沖縄に行くことがあるんだったら運転したい。あ、運転して遠くまで行くんだね。チラミスとか行きたい。さあ、ということで最後の問題でございますが、2人とも7問正解仕上がりましたね。正解でいいのかな。正解。いや、最後の問題をちゃんと答えて、最後の問題答えられたらやっと優勝したということにしたいと思います。ということで第、あ、じゃあ最終問題です。沖縄で一番楽しかった瞬間は何でしょう。思い出だね。思い出、一番思い出になったもの。早い。自分の思い出かもしれないけど、一番楽しかった。ちょっと細かく言うと、まあ、あることをしたね。それだけじゃなくて、そこで何をした時が、で、それは本当に思い出になったっていうものがある。さて、それは何でしょう。多分合ってるよ。さあ、せーので出してください。せーの、読み上げて。シュノーケリングをして潜ってサンゴを取った。はい。海で泳いだ。潜って石を取った。石だったかな。まあ一緒だね、サンゴだね。正解はサンゴを取った。当たり。泳いで、つって耳抜きもちゃんとして下まで潜って、結構深かったんだよ。深かったね。でもう、うーんって言いながら取って、バーンって出てきて、で何個も持ってきて、それを家に持ち帰って、今玄関に。玄関にあるよ。あれは沖縄の、なんだろう、買い物した、なんかこうお土産を買って、自分のお土産とかをさ、買ったり見たりするけど、多分一番そのお金かかってないんだけど、思い出の中で一番強いものだから、あれが一番好きだった。ということで2人とも大正解でございます。ということで2人とも何問正解。9問。2人とも9問かい。じゃあ10問にしとく、最後のあれで。お、いいね。答えられるかな。7問だよ。負けたよ。そうそう、何問。8じゃん。一緒だ。一緒だ。じゃあ最後の問題で10問っていう、10問正解とかっていう、いかれたことする。今8問正解中だったっけ。じゃあ
エクストラチャレンジ。最後の問題はこれを正解したら上位版がもらえるよ。うん、上位版？電動のこぎり上位版。おー、業務用、業務用、業務用、ギュイン。もう多分部屋1個使う形になる。さ、さっき話したで嫌いだった夕飯、うん、今でも忘れられない。あんなもん次出したら絶対に目の前で捨てる。なんだ、本当に嫌だった。あれも二度と食いたくない。っていうものがあります。なんでしょう、何それ。これだったかな。多分これだな。うんうんうん。まあもし俺が間違ってたとしても俺が全てだ。なんだ。写真とか撮ったの？写真？写真とか撮ったの？何の？どれだ？って言ったから。写真は撮ってない。料理を調べたの。料理調べた。あの正直小学生の時だと思う。全然違う。一番嫌だった。全然違う。小学生今日の夕飯はこれよって来て、おやったーと思って食ってみたら、あんなこれ。美味しくねえって思って。って食べてた。なんだ。小学生。本当になんかあれだけは忘れられない。小学生何年？さあ、あなたも食べたよ。あなたも同じ顔してた。私は美味しそうだった。美味しく食ってたよ。何が美味しいんだか分かんない。料理名、料理名というか元、まあもう有名なものに対して何かが追加されて、その追加のせいで美味しくなくなったのがあったんですよ昔。あれは何だそりゃ。全然覚えてねえ。全然覚えてない。だってエクストラだもん。俺最近のやつかと思った。全然わかんない。最近のやつかと思ってさ、それ書いたんだけどさ、小学生って言われたから、うん、全然違う。最近のやつって何？え？ふとほうれん草の。ふとほうれん草、うん。お肉の代わりに麩が入った。ああ、あれも美味しくなかった途中から。いや食ってたよ。まあうまいな、うんと思って、まあ食える食える食えると思ったけど、ご飯からこれもいらねえなって。そんなに無理して食うもんじゃねえ。ちょっとお肉を入れればね。そうまだまだその鶏肉を半分の半分ぐらいでもいいからちょっと入れとけば。ダイエット中でしょ。そういう問題じゃないでしょ。我慢したらなんちゃらって散々言うのあんたじゃないか。その割にはそういうことするわけじゃないか。そんなことしたらパワハラだよ。パワハラかい？これは違うね。幼児虐待よ。25歳虐待。なんだろう、全然覚えてないや。なんか俺のデッキ嫌いなものしか出てこないな。何が入ってた？それが原因のもと。そら豆。違う。違うんだよね。あのね、俺大嫌いそら豆。そら豆がもし入ってたとしたら別にまずくはない。俺も多分食えると思う。でも丸々入れんなやって言うけどね。もちろんなんかこう砕いて一緒にするとかね。グリーンピース。グリーンピース私嫌いだから入れないで。グリーンピースも粉々にすればね。これうちのばあちゃんも豆嫌いだ確か。ああいう豆。ああじゃあ俺と一緒だな。入れないもん。だから黒豆とか好きだけどね。そのまま食べるね。甘い。マジで？全然一緒じゃなかった。なんだろう。これ今でも忘れられない。でもあれ？で合ってんのかな料理名が。それが何入れてたかって確かそうだったはずって感じなんだよ。答え言いましょうか。全然出てこない。料理名でしょ。ちゃんとしたその料理に何か足したの。何か足してなんとかなんとかっていうものになる。元々の料理がある。それに何かを足したことによってなんとかのなんとかっていうものになる。小学生でしょの時に食って忘れられませんね。あれだけは未だに思い出すたびにあれだけはもう二度と食いたくないと。でもあれっきり出たのは多分本当に嫌な顔したから。そんなにダメだったかみたいな顔した。全然わからん。何か足さなければ俺らは好き。好き、もう大好き。食うね、よく食う。カレーとかかな。カレーでなんか昔嫌だったなと思ったことってあったかな。カレーじゃないかな。でもないね。野菜とか。
野菜炒めでもない、みょうがとか入れた、違う、高麗人参とか入れた、ハンバーグ、ハンバーグに何を入れたの、ハンバーグに何を入れた、ピーマンとか入れた、ピーマン嫌いなわけあるか、人参ぶち込んだ、違うよ子供か、いや子供なんだ、それだったら嫌なの、嫌とは言わないよ、ハンバーグに、失礼最大限まで伸びた昔からチーズ好きだもんね、でも、うん、当時大嫌いだった、豆腐大丈夫、嘘、今でも、あ、分かった、今でも絶対に嫌だ、おからハンバーグ、正解、あ、おからハンバーグ、あれマジ嫌だ、あれを食った時に俺は何を食ってるんだろう、俺なんかずっとなんだろうね、なんかねちゃねちゃみたいな、なんか粘土食ってんじゃねえかなみたいななんでこれみたいな、確かに美味しくなかった、ね、あれは本当に美味しくなかった、あれね、多分だけどね、配分間違えたよ、多分おから多すぎた、おから多すぎたと思う、あれ50おからじゃなかった、なんかこれすごい、なんかもう口の中がおからまみれ、何も食べれない、これじゃこれ美味しくない、すごい嫌な顔してたね、あのね、確かにね、あれはね、お肉50のおから50だった気がするんだよね、言うてね、おからだって言わなかったから、食べた瞬間にパンおからだ違う、しかも小学生だから、これなんだってハンバーグと思えない料理だ、口の中がこれ何おからっつって、おから聞いたことないっつって、これもやだ食べたくないっつってながら食べて、もう一回食べるために、おからそれから日頃経って、おから食いたくないのは絶対出してほしくないなって、おからハンバーグ思い出すたびに口がせめて豆腐にしてくれ、せめて豆腐に、西田敏行ね、西田さんみたいな、もうダメだよ、懐かしいな、そういえばおから入れたな、今日ハンバーグよ、ハンバーグやったっつって、一緒にせーの食べて二人とも同時に二人ともハマちゃんになってスーさん、おからハンバーグ食べてくれっつって、美味しくない、ということでおからハンバーグです、じゃあ俺正解に、正解なのかな、正解なのかな、いっぱいヒント出たということで、でもおからにたどり着いたからな俺クイズ俺はい、おからでした、おからハンバーグで綺麗だったね、あー動いて、でもあれ以上あれ以来出てきてないじゃん、あれはだって2人とも西田さんになっちゃったから配分もハマちゃんね、よくすればね美味しいと思うんだよね、ミスったねあれはね、ということで2週続けてきましたクイズ俺ね、えまあ無事にお二人さんはエクストラをもう全問正解9問正解8問、まあまあでも7問以内7問正解すればだったから2人ともね大正解ということで、まあこれに関してはただただ正解しただけにしてください、別に何か買うつもりはありません次の第2回に出場権が得られたと、今度北海道編で10問作るわ超むずくね、いやいっぱいある実は、大阪編もいったらいいじゃん、あ大阪編もあるの、俺それ出てくると思ったの、いや作ろうかなと思ったんだけどそれ以上にいっぱい出てきたから、だからちょっとこのあと作ってみるわ、北海道編沖縄編、沖縄なんて覚えてねえな、沖縄もう出たね、出た、唐揚げと海で終わりだね、北海道と大阪の時に、のクイズをちょっと出したいと思いますので、まあまた来週はですね PSO ミキと一緒に直撮りしたあのやつがラジオとして流れるのでぜひ来ていただければと思います、いつかちょっと8月あたりにでもまたクイズ俺をやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、なんか書いたなんで何で書くなよ、なんか怖えよホラーゲームに出てきそうということでリフテンと青子さんといつきでした、あお疲れさんでした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。